当早いなこいつ。さあ、夏場所も行って岸の底ですね。何回の駅のイメージでね、岸の底止まってって、行ったことありましたよね。うちのチャンネルでもねありましたけど、ここは岸の里までが分かれてるんですね。で、こっからが今回天下道を使うんだな。そっか、上側の方やもんな。もう言うたればいいんかな。どっち方向行ったらいいんやろ。よいしょ、よいしょ。ドアの方面はこっち。天下車が一番。なんか天下車やこれ。こっちやな。こっち行きゃいいんやで。あるやん。ここに出て、ここに近い。2番出口から出て、そのままストンと行って、こんなに近い。それは、地下鉄で乗り換えてするよりこっちの方がいいよって言われるわけ。乗り換えしようと思うと、大黒町で乗り換え、あれか、大黒町で御堂筋線乗り換えて、そこから動物園前乗り換えてやもんな。それ大変やもん。これで嫌やな、これ。歩くのがいいね。いやー、やっぱね、ナビタイムっていうのは見るもんですね。やっぱナビタイム入れといた方がいいですね。そういうこと。で、2番乗り。ここ3番や。2番向こうや。いや、3番だけ。なるほどな。なるほどな。まあ、3番から出たっていけるやろ。いける。反対側、ズドーンと行けばいいね。ズドーンと。よし。大体ズドーンと行こうと間違えることは多々あるんで。こっちか。あ、どんまであるんや、あの頃。ちょっと、あれは何回か。あ、じゃあ、もうそこが駅ね。ほんま近いな。さっきのとこ行って、これも同じようなあんなに違うんだね。今回はさっきの左区役所ですね。岸の谷から職人の愛輪地区とかがもっとこっち側にだから、玉手の方ですもんね、確か。よいしょ、今日は天下茶屋からとりあえずこれで一通り回ったことになるのか。
あ、喧嘩じゃないの話が見えてきた。うん、よし、青になった。ちょっと行ったり行ったり。どこに駅あるんだよ。とりあえずさ、すごい、まあ、なんでも、うわ。いやー、でもあるなぁ。ああ。すごいな。こっから一本上の人に入っておくと。お。何でか。今、8時か。どこに引っかかってるの？あそこじゃ。これは何かいる？減速していこうとかするってことはこっちに駅があるっつうことや。和田さん、天才今日も。あっち。あれ昨日あったより意外と暑いな。なんか大阪もやっぱ午後は増えてきてるんですね。ふっとせるか。この辺りも高架下にいろいろあるんやね。高架下に薬局、眼科、小児科、内科、精神科、案外全部揃ってるな。耳鼻咽喉科くらい。ただどうね、ガード下のガタンガタン、ガタンガタンの音なんか、精神診療って言うから、なんか、しつそうな気もするけど。そんなこと言ってなかった。いや、それだな。いいのかもしれやん。何事もポジティブに考えるって大事やからね。はい。ポジティブに、ポジティブにってね、脳天気に甘えとった結果がこの結果な気もするけど。で、へぇ、こんな感じか。天下中、あ、そう、天下中で降りんの。降りたことないんか、俺。天下ちゃうな、そう。湧いてる気がいろいろあるな。あ、ここもターン、一大ターミナル駅ではありますもんね。ああ。地下鉄の駅は？そっか、こっから。あっちか、難波の方に行くっちゃ行くんやけど、こっちは、南海は、あっちの方から行くもんね。ユニコーン入っとんのか、設定は入っとんのかな、ユニコーンからな、ちょっと南海。キャンディーでも売ってそうですね。山ちゃんです。まあまあ山ちゃんって言ったらね、そうや。さっき山田亮太選手でね、言いましたけど。大体その山田亮太で入れると、その協定の選手が、南海キャンディーズのね、山ちゃんが出てくる。山里亮太が出てくるからね。こっちか、で、天下茶屋で、あっちが南海か。で、南海は何やったっけ？南海は天下茶屋まで来た。南海は、あ、新今宮や。あっちの方ですよ、これ。まあまあ、これも新今宮に行ったら。まあ、ほぼ同じようなところ行くっちゃ行きますけどね。うん。ちょうど3本線が走ってる感じですもんね。まあ、この辺りは大阪のね、南の中心、オブ中心ですからね。これは、いろんな電車が、
縦横無尽に走り回っていますよ。ショップなんかやってみようかな。なんかショップできるかな。よし。